いやってく、えー、前回ですねアクアイアメントを拾っておりましたこれを読んでみようガツンどうですか <laughs> いやいやいや、金はもういいんだ。金は溜まってるから、シールドは使わないでしょ。バックルアブコールドレディスタンスも使わないので、秩序のラジャタン一択で、ラこんないらないんだけどな、これ、別に。ただよ、もうジンの兄貴、ラジャタン、これ、ラジャタン、ポールアームス、17.3、悪くない別にね。<laughs> ちょっと待ってね。これ、意外と秩序のラジャタン、秩序プレイあるかもしんないね。えー、これどうなってんだプラ23だべ。 えー、レベル10、早。もう全然足りてるじゃん。最速打てるね。いや、これ意外といいかもしれないね。ちょっとこれ、あの、悪くない。この、別に間違っちゃいない装備だよな。また使わないと思うけど。いや、ジンの兄貴がシャシャリ出てきたね。そうなってくると、シャイニングワンプレイとかもちょっと考えたくなってくるんだから。つまんまは考えときましょう。 で宝物庫も今4回層目まで行ったので次はエルフですねはい入ってきましたあここも特に考えずに突っ込んでいくんですけどただ油断はしないようにね少数で戦うようにしていきましょうおオポーション屋ですよ入るに決まってんだろうなの買いは買いあさって買いあさっておきます しかし今回、オカワルは十分に役割を果たしましたね。防具面はそんなにいいのでなかったけれども、関係ないですね。散々夢を見させてくれました。男のロマン、処刑人脳の斧これでもかとよこすオカワル。これぞオカワル。戦いの神、オカワル。神ワルだったな、今回のオカワルは。たまにクズワルの時があります。 なぜかスペキ上げてるぞ。俺、なんで上げてんのスペキは。全くわからない。なぜ上げた。え、アックス25点に止めましょう。じゃあ、インボケーションス上げていきます。神様の祈祷能力を上げていく。あ、これがインボケー、一本でいいな。これ18ぐらいまであると、ちょっとありがたいんだが。いや、いいですね。そんなに、こう、スキルも分散しないでいけてますね。 なめはいいなまほうはいいですねおシミターブディストーションなめやがって「三の杖で炙っていく倒しました。 あのー、ちょっと体勢が全然出ないので、ちょっとどこまで深く潜れるか分かりません。正直な。まあ、ゴールンは行くと思うんだけど、そこから先、まあ、行けるかどうかは、あんまあ、まあ、ちょっと流れでいきましょう、えー。この動画の最初で言った通り、無茶してもいけないんですよね。実力もないのに深いとこ潜って死ぬのは、もったいないよと、えー、フィニッシュ使います。 私前回の動画でフィネスとヒロイズムを間違って言ってましたね使わなくなるのはヒロイズムの方ですフィネスは使っていくヒロイズムはあのスキルが十分に育つと五底上げする必要性があんまりなくなってくるわけなんですねおアミュレットリジェネレーションあ,あじゃあこっち でいきますか体力が少ない種,、えー、種族ですから反射よりはリ,リジェネレーションでいった方がいいかなと個人的には思っておりますえ1回染めクリア2回染めまいりますおお塩の領域が生成されましたねいきましょう俺結構塩の領域で死ぬんだよね油断して油断しないようにしていきましょううわなんだここめんどくせえな行くぜ えー、ここはね、多分ね、アイスブラストをぶち込んでやれば、爆発して、楽しい仲間たちがポポポポーンと死んでいくわけです。OK。あ、まあ、ちょっとこんなことやってる場合じゃない。穴掘るぞ。おりあ、こんなとこにモンスターが。多分隣の部屋でボン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 。あ、そんな。 すぐ出れたらいいんだけどこれこうなったらどうなんだろうねあのポータルダメだよねン経過だからもったいないことしたねまさかこんなことになるなんてね、まあ、すぐあのー、すぐ出口が見つかるといいんだがそんなことはないわな問屋がそうは下ろさねえわ 強い方の武器でいくかこっちの方が強いか。 あ出口だ、よし出るぞもう一回飲むぞでフィネス打ってガンガン敵を殴っていこう多分もう間に合わないと思うけど一応行ってみましょう あ、やってる。入るぞ。入った。よし。入れたね。アビスの中では時間経過しないのかなまあ入れたからよしとしましょう。この、お塩ちゃん、かわいいよね、名前。ソルティング。お塩ちゃん。いや、お塩ちゃんって意味なのかどうかわかんないけど、ちょっと名前が可愛いなって思ってます。うわ、フィネス。たくさん来たぞ、これ、大丈夫か 敵を殺しまくって HP 回復する作戦に行ってるけど大丈夫この作戦で合ってる合ってそうですね。<laughs> やったぜ。やべ、ダメだ。<laughs> こんな戦い方でいいのかっていうね。HP は回復してるぞ。えー、ソル、お、おしょうちゃんを引きつけて、もう一回ここでフィニッシュするぞ。 で高速でを回復していくあオカ岡俺がこの戦いぶりを喜んで、えー、なんとブーツをくれましたよ雲晴らすのやめてくれその攻撃は俺に効くもうこの野ケだと打ってくからなもう吸血の吸血頼みの ブラッティブラッティブラッティ,ッティでいきます。<laughs> こ,んこんなプレイでいいのかなまあ、あの、ストラテジーは立ってるからな。あの、戦略的には間違いないと思うんだよね。えー、これ、鑑定します。おりゃ、どうですかなんだこれ、使えねえな、このブーツは。あ、まあ、あね僕は狙いは間違ってないからな。非常に良かったんですけど。 ここは結構敵も強くてねおしおちゃんも倒しましたよ。 インボケーション数17十分でしょうそしたらアーマーどっちにかけていくこのアリみたいなやつも強いんだよなおおおおおお,お楽しみさあお楽しみの時間がやってきましよここねアーティファクトとかやたらあんだよねリングとかもあるしさおお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 広い広い 雲のクローク、ロ俺の好きなクロークじゃねえか幸せの青い雲です今あのインボケーションスクソほど上げてるからあのフィネスの時間が長くなってますさてアイテムがいっぱいになっちまったな慌ててきたもんでな じゃあ、まずは何から行きましょうか。ちょっと待ってね。おリングとかもあるね。こっちま、まずこの、このさ、スケールメールをさ、いらないな。置いていくぞ。ふるさと納税するわ。この、この空間の。もう一個部屋があるはずだぞ。どっかに。ないのか。そこの三つか。 なないなああ、いいね。こことかに。取り残しはないな。よし。じゃあ、鑑定タイムと湿け込みましょう。リング。おー。悪くないけど、別によくもないな。アミュレット。どうですか ?MR 下がるじゃねえか。ダメ。ええー、グローブ。あー。 いや、悪くないね、これ。グローブは別に、まあ、ストレング下がるからな。えー、っと、星雲のクロークはこれは装備します。別にステルスはどうでもいいので。じゃコールド、コールドが余っちまうな。<laughs> エビエーション4上がるからこっちでいいんだけどさ。コールドが今何本立って、コールドしかねえぞ、今回。コールドしか立たねえ。 でもそうなってくるともうあれだな。余裕でこれはゴールドドラゴンつける装備だわ。ファイヤー一本立つもね。で、これもあの、ゴールドドラゴンに。あ、待てよ。エンチャントアーマーあれだな。シャドウドラゴン、あれを使う必要性があるもんな。今、全然アーマークラスは見てくれ。49もあるから十分なんだ。実は。だから、エンチャントアーマーは、何枚ある あ、9枚あんな。じゃあ大丈夫だな。3枚、えー、使えばいいんだから、今10枚あるんだから、えー、7枚使っていいのか。じゃあ大丈夫だな。4んオゃケう。OK と。はい、OK。いやー、出ましたね。いいアイテム。まあ、そんな、めちゃくちゃ、こう、プレイに直結するかって言うと、疑問が残るけれど、このお塩の空間、非常にいいアイテム。敵も強いんだけどね。私の方が今回はかなり強かったですね。なんか、 こいつのあのグラフィック見てくれ。なんかヘルメットダセえな、これ。早く変えたいな <laughs>。なんだ、このヘルメット。まあいいでしょ。星雲のクロークでエベーションが上がっちまってる。素晴らしいね。え、ここももちろんストレンクス。ムキムキ。筋肉モリモリマッチョマンの変態を目指していきますよ。えー、まあグローブはとりあえずいいな。クローク、今までありがとうございました。 置いていっちゃうなんだここはあそっか俺が爆発させたんだったサモニング旦獣の住処に戻りましょうでアイテムを置いていく コールドは3本指輪2個とゴールドドラゴンスケールスで立ってるんだがファイヤーが全然立ってないんだなどうやってファイヤーを立たせていくかが問題だ。で3枚残ってればいいんだかこれ限界までかけちゃおう。 8までいくかだなでこれは残り3枚はえー、シャドウドラゴンに使いますので置いておきましょううんいいかな全然投擲使ってないねスローイング鍛えるか もうちょっとしたら鍛えるかデップスを与えて鍛えようもう一回じゃあエルフのお披露間に行きましょういやー星雲の黒く出てきてくれたね俺はかなり好きだよあの武器ハマークラス57 <laughs> 何なんだろうな <laughs> 硬すぎるだろうって 皆さんんになるかもしれませんけどこの種族 HP がな少ないから硬くて問題ないのじゃとアグネスが来ましたよ来いよアグネスって武器なんか捨ててかかってきやがれって一応フィネス使うからな、ね、死んだか どういう戦い方してんの？こいつもむちゃくちゃだな。まあ、むちゃくちゃのプレイしてんの？俺の方なんだけど、ちょっと雑だね。プレイがちょっと気を引き締めていきましょう。 じゃあ3階層目に行きましょうただやっぱり大人数と一緒に戦った方が HP の回復力も高くていいんだが。 さっきのあのお塩の空間でダガー1本拾ってくんの忘れたなまあいいやもう仕方がないウェポン <laughs> どうしたどうしたおかエネルギー切れかえあメイスオブディストーションだったのねはいはいじゃあまた出口を探していきましょうとりあえず吸血でいくぞ 来獣は HP 回復しますからねあのぷよぷよみたいなやつ強いんだよな倒すぞ倒すぞどうですかもう怖くないぞなんかファイヤーの空間だなここあの中盤散々恐怖を与えたあの ヘルルセンチネルだここはフィニュースでいく。バトルアットドラッグスになって。しよいしょっけ。カコデーモンがいいんだけど。どこの強いやついいんだよ。 大丈夫か <laughs> よくないね。非常によくないよ。危ねー。あ <laughs>、危ない。こんなところで <laughs> 死にたくなかったですね。危なかった。いや、今回、あれだね。あのー、ちょっと、そんなに。 今のプレイとか見ててもあんまり深いとこなんか来たぞ来たぞ行くぞもう本気で悪いが本気で行かせてもらう <laughs> またアビス送られたぞどうなってんだよ何回目ですか 出口だこの「わーい出口だ」は本当死亡フラグだから言いたくないんだが悪いが死んでもらうぜ。 ちょっと雑すぎるな、今回のプレイは <laughs>。なんか話な、なんか今回全般的に雑だな <laughs>。まあいいんだけどさ、クリアすればそれは出すし、クリアしなかったらそれはそれで終わりだし。コハード。うん、なかなか強いね、なんだこれそうすごいね。 あっという間にエルフの大広間制圧クロスボウのハンドアマニュアルいらないね虎の巻よいしょいいねおここに怪しげなリングがございますよおりゃ強いけど序盤に拾ったらなかなか神だけど今回の旅では使わないね いらないねなおねどうですか,かおおおおおお変幻の名スだ俺かなり変幻の名スは好きなんだよな固定アーティファクトでございますどうですかおなかなかすごいじゃんこのジラジャータおこっちにもあったぞあ結構今回宝物あるね スレイマイナックス3じんうん大切かないね結構リングも出たんですけどなかなかいいリングがこうちょっといいリングが来ないですねまあ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 いいでしょうはいこんなところでえエルフも制圧したのでかなりすごい雑なプレイをしてしまって申し訳ないんですけれども まあまあ、クリアはクリアと。制圧は制圧と。気をつけて、次デプスも潜っていこうと思いますが、ちょっと雑なプレイになってしまってますが、気をつけていこうかと思います。そんなところで、一旦ここでやめようと思います。失礼いたします。